原生年金は微小な、個実体を形成する。左から時計回りにエンドスティーリアムゾーネイトム、スキツェプラモディオプシスビルガー、カボースティーリアムアップサートム、イキーネスタライプシスアラガースパワーの顕微鏡像で、いずれも、系統を意、e、味する。原生年金とは、生活間の一時期に個体で立ち上がって一内し、数個の胞子をつけた、微細な、 古実体を形成するアメーバ様単細胞生物の総称。これはアメーボゾアに属する多様な系統の生物が示す性質であり単一の分類群とは認められていない。例外的に角誇りは肉眼的な大きさの古実体を作るプロトステリウム類とも言われる系統をことにする多数の生物の寄せ集めである以上一般化することは 元より不可能であるが、生活間で共通するのは以下のような点である。胞子から発芽したアメーバが栄養体として、植物異物上の細菌や真菌などを捕食する。種によって、アメーバや胞子は多角の場合もある。発芽した後に、弁毛アメーバになるもの、網状で多角の変形体を作るものもある。いずれの場合も、個実体の形成の際には、小さな全胞子細胞となり、 その個々が無細胞性の柄を形成しながら立ち上がって、先端で胞子となる。個実体は、ごく簡単な構造で、感情で非細胞性の柄の先に1個ないし4個の胞子が乗るだけのものである。その高さは0.5ミ、mm、リメートルに達しない。優勢生殖は知られていない。世界中の陸上生態系に分布しており、植物異物が存在する場所ならば、ほぼ全員世界的に出現する。 枯れ枝や落ち葉、普及材のような植物、異物、樹皮、草食動物の糞など適当な基質を持ち帰って、質質培養を行い、顕微強化で、個実体を探すことで容易に得られる。地理的隔離とは、縁がなく、ハワイ諸島にも、豊富に存在する。種田溶性は、熱帯や温帯で高く、高緯度になるにつれて、低くなる傾向がある。例外的に、 標高3000メートルを超える高地からはほとんど記録がない。場所によって出現する種には差があるが、最も普遍的に見出される種はプロトスティリアムマイヒアファガである。一般に植物や動物に対する病原性は知られていないため、さほど重要でない生物とみなされている。しかし生態系においては、潜在的に有害な細菌や真菌の個体数に影響している。 可能性が指摘されている。研究材料としては、細胞運動の研究に用いられた例がある。2017年の時点で19属37種が知られているが、分類学的整理の中途である。系統的には9群あり、いずれもアメーボゾアに所属している。この他、マイケローグラマスパクスラスは、分子情報がなく、一致不詳である。角誇りは、 例外的に肉眼的大きさの個実体を作るため他の原生年金が知られるようになる前は変形金のうち特殊な群とされてきた。つまり通常は内生胞子を形成する変形金に対して個実体の表面に多数の柄を出してその先端に外生胞子をつけるという点で区別されていた。他にも角埃りの変形体は脈動をしないこと個実体の構造が 全く異なることなどが挙げられる。実際には角埃の個々の外生方子は、原生年金の個実体と同様の構造上に形成されている。系統としては角埃を含むプロタスポーリンジェダメは、変形菌と姉妹関係にあることが示されている。原生年金の研究は1959年に、LS オリーブと C ストイノビッチが、 プロトスティリアムマイヒャハガを発見したことに始まり、1967年にプロトステリウム目として認識された。以降、LS オリーブやその弟子界 W スピーゲルらを中心に研究が進められてきた。1970年代に、それまで変形菌のうち原始的な群だと考えられていた。角埃りが原生年菌であると考えられるようになった。 その後分子系統解析の成果が蓄積することで多系統性が認識され2010年代以降は形態的特徴によってまとめられた総称として扱われるようになっている。ありがとうございます。